塚田先生いらっしゃいます。行ってみましょうか、指導対局。ですね、取れてますね。はい、取れてました。はい、よろしくお願いします。後手ですね。はいはいはい。角換わりになりますかね。おお。なんかね、フリスクを食べたらですね、ミンティアか。なんか。喉に詰まってですね。めっちゃ咳込みました。で、その後なんです。ちょっと。マジでミントの香りがね、来るんですけどね。まあ、そんなことやりながら、将棋はちゃんとやりましょう。はい。交換してきてくれないのか、先生。それはあかんやろ。ついてからなんか、これ。じゃあ。早繰り銀の形になってますね。あんまり監視とかさしたくないですね。どうなんだろう。どうされますかとちょっと打診しといてですね。まあ、手はよく考えて出した方がいいな。今形決めちゃっときましょうか。端歩もう一個ついときたいですね。よく考えたら9筋ついとかないとダメですね、これ。はいはいはい。いや、マジでフリスクのせいです。スースーするんですけどね。仕掛けてくるかわかんないから、ですよね、うん、このタイミングだよね先生。まあ、取るしかなくてですね。このタイミングで一回飛車引きましょう。で、まあ、右玉に行くんですが。先生もさすがに考えてますね。なるほどね。いいな、なるほどな。上がるとあれなんで、時期になりやすいので。歩ついていきますと言ってるんでしょうね、先生は。
弱気すぎる一手かもしれませんけど。まあ、取る一手ですよね。7分。できたときに、なんか直帰しなければ大丈夫だと思うんだけどな。あげましょう。はい、ほう、桂馬持たれたときなんかやばい、香車持たれたときなんかやばい筋がありますか、これは。取る手は最悪だと思うので、まあ、かわす手なんでしょうけど、あんま良くないな。相手の金の位置がいいですね。飛車、5分。6筋考えてんだけど、6筋の時に何かあって取り合った時に角が飛車に当たっちゃうとまずいんですよね。で、こっちかなっていう気がするんだけどね。間違ってたらもう笑ってください。桂馬はもう多分動かさ、しばらく銀はこのまま放置だと思うので、その間にどう生きる道を模索するかっていう話でですよね。そうか、
ケーハネが正解な気がするんですけど、頭押さえつけてもどうせ取ってくるんで、これ。ケーマ跳ねといて、押さえます。よくなかったな。間違えましたね、これ。攻撃の形ができちゃっててダメですね。どうしようかな。2分30秒。まあ一回跳ねましょう。まあ、手が間に合わないとは思うんですけどね。はいはいはい。詰んでしまうので、で2分。ひどい手ですね。どっちからでも詰んじゃうかな。30秒。どう守りますかね。桂馬取られて投了ですかね。ひどい最後だったな。頭金で取られちゃうので打つしかなくて、そうですね、投了ですね。参りました。終盤が多分あれだね、評価されないと思いますね。3手ぐらいやばい手をやってますね。局面がそうですね、形勢離れすぎてるんですね。角打ちがまずかったですか、やっぱり。あとは
そうですね。これ、桂馬跳ねるんじゃなくて、普通に受けたらよかったんですかね。ここだけ見ましょうか。任せろ。時間かけて間違った手指してます2からね。三歩。先手優勢です。ああ、なるほど。こうやって食らいついていくんですね。で、まあ、銀、金取るんでしょうけれど、ほうほうほう。また難しいですね。で、その後指した手が悪かった手が、これね、先に指すべきだったんだよな。手順前後が多いですね、やっぱり。金1枚損する形になってますからね、これね。角も、で、桂馬取られちゃいますからね。挟撃の形がうまく決まってる形になっちゃってますので、まあ良くないなーっていうのは自分でも感じてました。そうですね。だから、時間かけて間違ったとこが一番あれですね。ここが勝敗の極分かれ目だったんだなと思います。以上です。それでは次の対局でお会いしましょう。